で、そこでその、まあ、中国著有定理を用いる際にそのどうやってその法を決めるかということについて先ほどもちょっと言及しましたけれども、まあ、もう少しこの問題に即した具体的な話を説明したいと思います。で、今ですね、例えば法 N をある整数 N を法として、この与えられた A と B のですね、その行列 A と B の積 C を求めたときに、まあ、2通りの計算結果が現れたとしましょう。で、このときに、実はこの N がですね、ある条件を満たすならば、この2通りの計算結果は一致するということが示されます。で、具体的にはどういう条件かというと、ここにありますように、まず MN がその 2M プライム、2倍の M プライムより大きいと。M プライムは何だったかというと、ちょっと戻りますと、ここですね、この C の、各成分の上階ですね、の2倍よりも N が大きいというのが一つの条件で、もう一つは、この下の行列ですね、この下の行列のこの C プライムの各成分が、この2分、マイナス2分の N から2分の N の範囲に入っていると。そういう条件が満たされるならば、実はその、まあ、この N を法として計算、行列の積を計算した結果は一致するということが次の議論から示されます。その理由なんですけれども、まず、今ですね、この C の、まあ、RT 成分と、それから C プライムの RT 成分というのが、まあ、N を法として、まあ、合同であるというふうに仮定しましょう。で、これを一応定義に沿って書き下すと、この C の RT 成分と C プライムの RT 成分の差 が N で割り切れるということを言っています。で、ところが、一方でですね、この C の RT 成分っていうのは、ここにありますように、M プライムで絶対値が抑えられていますから、そうすると、この C の RT 成分と C プライムの RT 成分の差の絶対値というのが、三角不等式で抑えることができて、でるんですけれども、で C の RT 成分の絶対値は M プライムで抑えられると。一方で、C プライムのですね、RT 成分の絶対値は2分の N で抑えられているというのはさっきの仮定でしたので、でこれを使うと、まあ、この行列の各成分の差の絶対値が、N で抑えられるということになります。ということで、C の RT 成分と C プライムの RT 成分の差が N の倍数でかつその絶対値が N より小さいということですのでそういう2つの条件を満たす数っていうのはこれは差が0の倍しかありえないということで実は先ほどのように N を法として取ればその計算結果ですね C の RT 成分と C プライムの RT 成分は一致するということが分かります。ということでこの中国著有定理に使う方 N としては、N が2倍の M プライムを上回るように取るというのが一つのポイントですね。でもう一つのポイントはその常用勘定で行列の方計算行列の計算を行う際にはその N を法とする不定性が存在するわけなんですけれどもそこで取ってくる代表現としてはマイナス2分の N から2分の N で常に取るように調整するというのがもう一つのポイントです。いいでしょうか。で、そういう形でですね、まず N の、取るべき N の値が決まりましたら、今度はその中国著有定理を適用しますので、N1 から NK の、まあ、積がですね、N に等しくなるような、互いに素な整数 N1 から NK を求めます。まあ、実際にはあらかじめですね、その、これぐらいの条件を満たすような素数をいくつか用意しておいて、使う場合が多いです。ですね、はい。で、それからと、じゃあ、法の個数ですね、K をどう、どの値をどう取るかっていうことなんですけれども、これは、N1 から NK がですね単精度の素数になってで
例えばその N1 から NK で法を取ったその常用の計算がですね、単精度の範囲内で行われるようにするっていうのが、まあ、一つのポイントです。なぜかというと、そのここで行うその計算の何でしょう、ね、効率化の趣旨というのは、もともと多倍長数で計算するのが手間がかかるから、いくつかの法を取って、でその法の法ある法の剰余感のもとで単精度で計算したいと。単精度で計算すれば、その、多倍長数を使った場合よりも、まあ、ある程度効率化が図れますから、まあ、そこを狙うわけですね。ですので、この N1 から NK の取り方としては、その、法がですね、各 N1 から NK で法を取った剰余感での演算が単精度になるようにします。でそうすると、じゃあ、もともとその必要な法の大きさというのは N でして、でそれをまあ単精度で計算できるようなその細かい法の積で表すとなると、まあおのずからこの K を大きさが決まってくるわけですね。そう、法として必要な整数の個数が決まってきます。で具体的にはそのどうするかというと、この N がですね、その2倍の N プライムって、これは本来計算したい行列の成分の絶対値の乗なんですけれども、それを満たして、かつ必要最小限の大きさになるように、まあ、K を取りますと、で、こちらの下にありますように、そうですね、K、ちょうどそうですね、この K がですね、まあ、オーダーの L ですので、まあ、その M プライムは、M プライムはその計算結果 の、 各成分の絶対値ですね。ですので、そのぐらいのビット数程度になるように、この K の値を取ると。すなわち、その法の個数を用意すれば、法の数を用意すれば、法の数を取ればよいということになります。で、まずそれに基づきまして、まあ、それに中国重要参法に基づくその行列式のアルゴリズムを挙げておきます。で入力としましては、A と B ですね、行列 A と B、整数上の M 次正方行列で、で、各成分がの絶対値が、まあ、ラージ M で抑えられているようなものとします。でこれに対して、まあ、出力として、A と B の積 C を計算しなさいということですね。で、まず最初のステップで、その中国重要参法で使う法ですね、N1 から NK を決めます。でどういう条件で決めるかというと、N1 から NK の積が、2倍の M プライム、すなわち、まあ、AB の積 C の、各成分の絶対値の見積もりですね、の上階を満たすように、でかつ、Ni と Nj が互いに相になるような N1 から Nk というのを、まあ、法として用意します。で、次のステップで、法分のループがですね、i と r と t と三重になっていますけれども、これはどういうループを指すかというと、まずこれ i に、上の一番上の i に関するループっていうのは、この法に関するループですね。法の n1 から nk に対して、まあ、以下の計算を行いなさいと。で、下の2つのループは、その、ある法 ni に対する行列の積の計算ですね。行列の積の計算の準備ですね。どういう準備をするかというと、まあ、R が1から M、T が1から M ですから、その11成分から MM 成分まで N2 乗個の成分ですね、この A の成分と B の成分に対して、まあ、Ni で乗与を取りなさいと。Ni でまた乗与を取りなさいというのがまずこのステップ2ですね。ですので、法計算を行うための、まあ、各行列の準備を行うというのがこのステップ2です。で、ステップ3は、これは実際にその行列の乗算を行う部分で、
まず、これも i に関する、for分のループが i と r と t という3変数のループになってますけれども、一番外側のループは、これは for の n1 から nk に対する繰り返しなわけですね。で、内側の二重のループは、その実際にある for ni に対する行列の積を計算しなさいということで、まあ、r が1から m、t が1から m ですから、まあ、11成分から mm 成分まで、この、ni を法とする、この a と b の積の各成分を計算しなさいというのが、この中のループになっております。いいですか。で、最後なんですけれども、これ最後は、まあ、r と t ですね。今度 r と t の二重のループになってるんですが、今度はですね、その R の11成分から、計算結果の C の11成分から、MM 成分ですね、MM 成分まで M 二乗項の成分に対して、その、まあ、中国重要参法で、方 NI を方として計算された各成分からですね、その本来の整数上のC の RT 成分を復元しなさいというのが4番目のステップです。で、最後これが出来上がったら5番目のステップで計算結果を C として返します。というのが一連の計算の流れです。までいいでしょうか。